は主題歌を担当された今井さんにお聞きします。はい、はい、今流れている本作の主題歌歌いましょうか。生まれ変われやったやったですよ皆さんやったありがとうございます。とてもないです。はい、バビロンビフォーザデイブレイクですが、はい、映画の主題歌を担当することをお聞きした時の感想とどんな思いで歌われたかをお聞かせください。はい、私はあのコープスパーティーという作品がですね、あのコンシューマーゲームになってから実はずっとキャストとしてそのあゆみちゃんをずっと声優として演じさせていただいた上で、そしてあの主題歌の方もずっと担当させていただいていたので、まずコープスパーティーを実写にするって聞いた時に冗談でしょと中身を全部知っていたので本当に再演できるのかなとか、ひどい話ですね。ひどい話ですよね、はい、誰が作ったのかちょっと分かんないんですけど、はい、いや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 ちょっと分かんないいや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 ご本人さんマケドイ先生のね、あの頭の中が全てあの具現化されたものということで、映像化はちょっと難しいのではないか、あの映画館でできる上映できるのかなっていう思いがすごく強かったので、まずそのチャレンジ精神にもう拍手喝采というか、もうすごくびっくりしたのと同時に、まさか自分がまたゲームに続いて歌わせていただけるとは思ってなかったので、もうこんなに嬉しいことないと思って、もう今までにもずっと魂削りながら、特にコープスの歌はいつも魂削らないと歌えないんですけど、もうそれにも増してまた削って歌わせていただいたので、あのどうも映画館でも CD がどうも売っているらしいんですよね、これ。なので今日買って帰ろう。ぜひぜひやったー映画をこれからご覧になって、もし気に入っていただけたら、お手に取っていただけたら幸いです。本当にありがとうございます。お願いします。エピソード、はい、私も出演しましたので、そう、先生も出演したから、はい、先生のなんか出演した時のエピソードとか聞きたいんですけど、はい、私、はい、逆に質問します。逆に先生に質問します、はい、私が襲われるシーンなんかもあるんですけれども、うん、多分その時にみんながあの揃ったのが初めてだったのかなと思ったんですけど、はい、そういうあの襲われるところを見てどう思いましたか。先生が質問で返したそう、高度すぎる質問返し来ましたよ。質問返し来ましたよ。あ、先生が死んじゃったなって思いました淡白だよ、はい、それは、はい、はい、でもあの後の驚き、はい、リアルに驚いたでしょ。そうですね、全員、うん、まあまあ見てからの驚きですけど、あの驚くリアクションは演技じゃなくて、あの 50% 演技なんですけど 50% 本当のリアクションなので、ぜひそこを見ていただきたい。僕 100% でしたけどね。え、ちょっと待って、僕ガチで怖かったですからね。いやでも本当にヌッと出てきて、あ、見ちゃったって思いました、ね、あー思った、あ、やっぱり廃校だからやっぱいるんだな、やっぱリアルにいるんだなお化けって思いましたね。はい、それぐらい怖いお化けが出てくるので皆さん期待して待っててください、はい、はい、女性陣のが強そうですね、この現場ね。男性は割とみんな引いて悲鳴を上げそうな、うん、そんな感じでしたよね現場。でも前田さんが結構すごいずっとなんかニコ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 してて、はい、あ、やっぱ慣れてるからかなと思ったんですけど。いや、そういうわけじゃなくて、うん、ホラー映画が本当に好きで、うん、怖いのが本当に好きなんですよ。じゃあ絶対そのシーン喜んでたでしょはい、結構喜んでた。絶対喜んでたでしょ、はい、みんなうわー言うてんのに、みんなはーみたいな。いやいやいや、お芝居ではちゃんとやりましたやりましょうちょっと、はい、楽しかったですね、あのシーンは。いや、なんかこうやってでもそうやってやってる前田さんがすごく女優さんで、もう学びながら私は頑張って撮ってました。原作通りのみんな素のキャラクターで、はい、ゲドウェイ先生も嬉しいですよね。はい、うん、あの直美ちゃんもあゆみちゃんもよしきくんもそのまんま、はい、みたいな。先生も、うん、先生もゲドウェイさんがあのやったらこうキャストで集まってると、いいスリーショットだって言ってきてくださって、まあ嬉しいんですけど、なんかずっと言ってくるから、あ、なんか本当にあのそういう芸術家なんだなってあの思いました芸術家今言葉選んだよね芸術家さんすぎて、やっぱそういうのがあの、はい、うちに秘めてるものだなんです。多分それが外にやっぱにじみ出ちゃうんだなって、あの映画の現場でもそうなんですけどさっきの控え室でも何回も言われて、あ、今日今だけで
1時間ぐらいで3回ぐらい言われたのであ、それだけ作品に対して一生懸命な方なんだなって思いました。あの全然あの気を使って言ったわけじゃないんで本当にぴったりだと思ってでもすごい、こうやって原作者の方に言われると私もすごく嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あの現場でも生駒さんが、はい、私はあの原作中なんでとおっしゃってて、はい、多分この誰よりも私は二次元を愛している自信があるので、はい、まあ、二次元からこう実写版で三次元に具現化することの難しさは、はい、あのやっぱりたくさんの方が苦労されると思うので、うん、少しでもあの原作に近くでもリアルを求めてっていうのを大切に自分なりに頑張りました。ここはどこなのよ。みんなでやりたいことがあるの。幸せの幸子さん、その切れ端を大切に持っておけば離れ離れにならないんだって。響先生、ここは一体天神小学校だ。聖子、絶対に帰ろうな。